さっきのシーン乗るべきだったんじゃないのか。みんなが好き勝手やってたら一人くらいは調整役やらないと。役者同士なら動きだけで語り合える。なんで今さら台本チェック。黒川が乗ってて俺たちの刃で避けろ剣。来た。台本にない芝居で、こっちに全振りかい。男に守られなければ戦場に立てないようなら、アドリブ。私は戦える。女を命落として守るものなのだろう。台本に合流。アクアってこんなに受けがうまかった。私に視線が集まるように立ててくれてる。やりやすい。やりたい演技やれよ、有馬かな。その昔芸能人になりたかったらしい。何も考えず好き勝手演技していればお母さんもニコニコ。私の人生が、私の人気に陰りが見えてからの母は、なんていうか当たるようになって、売れてる有馬かなが好きだった。私はこの業界で生き延びなければならなかった。私は他人に合わせる演技を覚えた。その方がみんな喜ぶから。私は主役じゃなくていい。縮こまった演技じゃ映えないだろ。好き勝手やったら周りの迷惑に。それを見たいって言ってるんだ。アクア、あんたが悪いんだからね。あんたはいつも私を変にさせる。見たかったんでしょ、私の演技。カナちゃん、カナちゃん、アリマ、カナ、アリマ、アカネ、お前たちは楽しそうで眩しい。